今日は Amazon 輸出でエフビリエント商品売れた時ですね。その時の補充方法のご説明です。補充の時は必ずこのインベントリー画面から、商品チェック入れてですね、センド&リプリニッシュインベントリー、補充というので、入れてください。この形をするとですね、同じ SKU で補充されると。そうすると、同じ商品が売れてまた補充した。ということは前回売れて問題がないんで、今度もこの人に売らせりゃ多分問題ないだろうと。で、そういうね、出品者がありがたいんで、Amazon の方は、売れた商品に、補充をかけてる人に、ボーナスポイントを与えてます。で、この時ね、注意点は、値段を上げるとボーナスポイント消えます。だからね、すぐ売れたから値段を上げようとかいうやり方は、良くないです。初めから目いっぱい高く出してですね、売れたら値段を変えずに補充と。で、この時ね、他のライバル、FBA の、出品者で安い人がいると、その場合もね、気にせず、同じ値段のまま、値段をいじらず、ただこの補充の形で、納品してください。大抵売れます。で、1ヶ月、2ヶ月売れなかった時ね、初めて、値段下げるということをやればいいんで、初めから下げてしまうのは非常にもったいないです。初めから下げると利益も減りますし、何よりも売れた時にね、値段下げちゃったら次の補充が価格合わないんでできないということになりかねません。値段は必ずいじらずに補充してください。で、今の時期からだと、多少ライバルが増えたところで、もたもたしてるとすぐホリデーシーズン突入しちゃいますんでね、売れたものは値段をいじんなくても基本的に売れます。だから補充を中心でね、いかに売れた商品を素早く補充するか、ね、いかに売れた商品を価格、値段が合う価格で見つけてくるか、ここにね、目いっぱい力を入れてください。で、他の値段のチェックとかね、売れないのどうしようとか、そういうのはあまり考えないでいいです。考えた方がいい時期もありますけど、何しろね、今、ホリデーシーズンの商品をね、バンバン納品しなきゃいけないのに、他のことをやってるともったいないんで、何よりも補充できる商品を見つけてくるというのを、最優先でやってください。ホリデーシーズンね、初めての方は、こんなに売れるならもっと仕入れといたのにと、去年も一昨年も皆さんおっしゃってましたんで、ガラッと、市場が変わったように売れます。くれぐれも売れる商品がね、在庫切れになって、なくなっちゃったと。ね、売れるの分かってるけど、納品が間に合わないということのないように、今のうちから目いっぱい仕入れて納品してください。